んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは物を溜め込むのをやめるです。物を溜め込むタイプの人たちにはいろいろあるんですけれども、今日は特に物を捨てるとなんだかかわいそうとか、そういうふうに感じる人たちが物を溜め込まないようになるための誘導瞑想をお送りします。この人たちは実は結構重症ですね。だから家の中に本当に物が溢れています。特にくだらないものが溢れていますね。子供の頃から持っていたぬいぐるみなどもあります。この人たちはなぜ物が捨てられないんでしょうか。それは実は物を捨てると自分が捨てられたように感じるからなんです。それは自分が誰かにもう必要ないって思われたというショックが隠れているんですね。だから自分が何かを捨てるとそれをもう必要ない、さよならって言ったような気がして、それは自分がそう言われたという昔の思い出に引っかかってしまい、そして捨てられないんですね。ですから今日はそれを直していきましょう。いつものように目を閉じて6歳の自分だと思ってください。でも今日はもし可能ならば2歳ぐらいの自分をイメージするのがベストです。そしてそこに大人の自分がやってきてこう言ってくれます。では目を閉じて聞いていてくださいね。あなたはいつも物を溜め込んできたね。昔買った小物やバッグやぬいぐるみ、どんどん山ほど溜まっていって、家族に捨てなさいと言われても捨てないよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが物を溜め込むから部屋が狭くなるし、カビやホコリがいっぱいで健康にも悪い。自分の体のケアもできないんだ。みっともないね。これじゃ恋人どころか友達もできない。職場も似たようなものだから能力が身につかない。どうにもならないんだよ。でもね、大人の自分はあなたの気持ちわかるよ。あなたはとても寂しかったんだよね。あなたがいてほしい時にお母さんがいてくれなかったんだよね。あなたがそばにいたい時にあっちへ行きなさいって言われて傷ついたんだよね。あなたはそういうふうに扱われるのが怖くて怖くて、身の回りから自分の思いがついたものを話さないでおきたかったんだよね。それを捨てろと言われると自分が捨てられるような気がして恐ろしくて捨てられないんだよね。捨てたものが泣いている気がするよね。悲しいね、寂しいね。だから大人の自分があなたを抱きしめてあげるよ。あなたはお母さんにちょっと冷たくされたからって自分は捨てられた、置いてかれたって思ったかもしれないけど、それは間違いなんだよ。お母さんは天ぷらを揚げていたのかもしれないよ。あなたが嫌いなんじゃないんだよ。あなたのことをお母さんは本当に愛しているんだよ。だからあなたを何年間もかけて育ててくれたんだよ。あなたは自分なんか嫌いなんだって勘違いしただけなんだよ。それは間違っている。あなたはとても愛されているんだよ。あなたはとても必要な子。あなたは捨てられてなんかいない。だから大きくなったんだよね。大丈夫だよ。大人の自分がずっ
と抱きしめてあげるからね。あなたはとても大切な子。あなたは必要な子。だからこのガラクタを捨てなさい。あなたの周りにはガラクタがいっぱいだね。こんなにガラクタを持っているから、あなたの姿が誰からも見えなくなってしまう。これじゃ困るよね。あなたはもっと明るくて広い場所に出て行っていいんだよ。そしたらたくさんのお友達が待っているよ。お母さんもニコニコしているよ。だからこの小さな部屋でガラクタに囲まれて生きるのはもうやめようね。大丈夫。大人の自分があなたの手を引っ張ってちゃんと明るい場所に連れて行ってあげるからね。さあこのガラクタにさよならとありがとうを言おう。ありがとう。今まで自分と一緒にいてくれてありがとう。自分にはお友達や家族がいるからもう大丈夫なの。もうこのガラクタたちに一緒にいてもらわなくても大丈夫。ぬいぐるみもさようなら。今までお友達でいてくれてありがとう。でももう自分は大きくなったから一人で歩いていけるよ。自分を必要としてくれている人たちがたくさんいるから大丈夫なの。今までありがとう。またね。